はい、どうもさん、ティンクでございます。それでは前回続きからやっていきましょう。前回ここのカレー屋さんでお使いをさせられるという、なんととんでもない苦行をですね、強いられまして、そこからやっていきたいと思います。クエスト続きやるという話でしたので、防具帝国からいきましょう。このクエスト終わったら一応ストーリー先に進めるのではないかと思われますんでね。もうでもストーリー進んだらこれもうラストだろ、本当にさ。もう最後なんじゃねえって、モーヤの地でラストダンジョン1個ぐらい行ったら多分もうボス戦ぐらい来んじゃねえって思ってんだけど、どうなんだろうね。あそこか。よし、行くぞ。英雄ジャンプをこなしながら行こう。英雄ジャンプを。英雄ジャンプを連続で繰り出しつつのね、階段からトゥー、押せなかった。押せなかったっていう。ある。そういうことあるね。まあまあ、焦っちゃいけないよ。あいつか。何か忘れてるらしいな。まあ、しょうがない。また探してやろう。まあ、どうせお使いなんだよ。あれ、お前じゃねえ。動いてるだと。お前か。よーし、任せろ。まあ、お兄さんに話してみなさい。おう。起きられない。なるほどね。時計、なかなかいいと評判のある時計。ほう。早起き時計という目覚まし。会心の目覚め。おう。え？どこにあんの？早起き時計って。嘘。持ってんじゃん、早起き時計。持ってんじゃん、俺。持ってんじゃん、俺。おい、ふざけんなよ、お前。おう。もう一つ。目覚めのカプチーノ。あ、持ってるよ、目覚めのカプチーノ。おいし。飲んだ？聞いてきた。お！これまた連続お使いかよ。目覚まし、覚えてる、イマージェンだ、あるいは。目覚まし持ってるよ、俺。目覚まし。おお、聞いた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 。すげえ簡単やった。簡単にドラゴンランスに入った。あざーす、あざーす。目覚ましって誰が持ってたんやったっけ。あれか、セバか。セバ持ってたよね、確か目覚まし。俺そんな気がするんだけど。もう重じゃなかったわ。あれ誰、じゃあ誰だ、目覚まし覚えてたの。あ、わかった、これだ。違う、あれ、目覚まし誰が覚えてんの。目覚まし、目覚まし、わかんねえっていうね。しかもさ、ここでさ、コマンド変更ちょっとさ、あーった、覚えてた、お前が目覚まし。目覚まし、よし。ちょっとこういう空いてるコマンドのとこはしっかり入れていこうかね。空いてるコマンドはしっかり入れておこう。別府？よしよしよし、こういう感じね、しっかり入れておこう。火付けの一発、気絶を回復。よしよしよし、こんな感じかな。 OK！よっしゃ、じゃあということで、一応これでクエスト終わったよ。あの謎のクエスト、謎のクエスト。もしかしたら今日ね、これアップされてるんですけど、前回のパートはね。前回のパートは今日アップされてるって言うと意味わからんけど、これを収録してる時に前回パートアップされて、この理想のモデルもしかしたら、あ、答えなんか書いてくれてる人はいるかもしれへんけど、そんなことは関係ない。申し訳ないけど、行かせていただこう。伝説の大地、モーヤを探そうというとこでしたね。これさ、モーヤさ、多分さ、外出てさ、クルちゃんですで飛んでたらさ、わかんじゃん。どっか地図、マーク出るやろ、多分。二の国の新設設計ドアやから来たら、どっか地図出てんで。まあ、ただ一応さ、ちょっと真面目に探そう。鳥の絵が描いてるとこやろ。それ、納得いくまでは着陸せんとこ。あー、鳥の絵描いてるわーって納得してから降りよう。よし、そういう感じで行きたいと思います。まあ、出た瞬間、地図で調べますけどね。出た瞬間、調べますけどね。ええー。当たり前じゃないですか、そんなもん。こう確実なね。確実なこの、よし、あっちだね、世界地図。はあ、あそこか。行くぞ。クロちゃん。クロちゃんです。おいで。最高。もうこれでね、バツボタンでこう高速でいくから、すげえスピード上げていくから、バツボタンのスピードアップを駆使していくよ、駆使して。本当に速いのかなこれ。なんか全然実感わかんないけど、まあでも速そうだよね。確かに早いかも、早いかも。すごいぐんぐん進んでいくと早いかもしれない。連打連打。未だかつてここまで罰を連打したことがないって言われて連打してる。英雄ジャンプの要領だよね。英雄ジャンプの。ずっと回転したこれ、目回ってこんな上乗ってるやつさ。普通に上乗ってるからね、オリバーとか。こんなんクリ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 されたら。うわーってなる。こっちだ。そこ臭いな。ここだね。ここだ、多分。伝説の大地、モーヤ。ここがモーヤらしい。鳥の絵？あ、待って、これほんまや、確かに。ああ、これそうや。これそうやね。鳥の絵ってどこだ？
は鳥の絵って言ってへんかったっけ。鳥の絵なんてないやん。しかもなんかバックの音楽がすげえ壮大になってる。ちょっと力強くなってる。まあいいや、とりあえず降りようぜ。あった、鳥の絵これだ。ほらここ鳥の絵だ、これほら。はっはー、はい、ティンクさん気づきましたよ。あれちょっと待って、これ降りれへんねんけど。え、なんで、なんで降りれへんの。待って待って待って、どっかから歩いてこいってか、ちゃんと歩いてこいってことか、どっかから。え、なんでどっかも着陸できんのこれ。おい待ってよ、マジかよ。おい着陸不能なんやけど、もうやの大地。ここから、ここしか着陸できひん。まさか、まさかさ、ここだ、ほらここも鳥の絵描いてある、描いてあるね、ここも。あ、こっから強制なんだ。しかもちょっと音楽いい感じ。ドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンつって、うわ直接行かしてくれへん。しかもモーヤの大地だから、もう鳥ばっかりで。映画イニシエの石やって。よし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 、ちょっとこれは敵がさ強いんじゃねえかなって気がするんだよ、なんとなく。すっげえ強そうなやつだよね。これちょっと合わへんでいいんやったら合わへんで行きたいよね。 OK、 あーやべ、しょうがない、気づかれたらもう諦めよう。諦めてそこまで戦おう。ゾンビ以外の敵久しぶりかも。スノディオ・ビューラーって、よし。ビューラーがすっげえさ野生味あふれる感じしない。この子ちょっと仲間になったら連れてってみようか。一回ね、連れてくだけ連れてってみよう。行こう。結構強いけどそんなに HP 高くないね、敵の。うん、そんなにライフが高くないから結構削っていけるよ。だって効果今一つでも30何歩食らってさ、それだいぶ削れてるから。いけるいける。いやいいわ、ラースも回復役になったのはほんと助かるね。回復役実に2人いるみたいなもんやからね。いいわいいわ。さあビューラー行こう。この辺全部効果今一つやな。この HP 回復する剣はあれなんだね、その辺がちょっとまだダメなんだな。何属性、雷属性ってことか。違うな、何属性か分かんない。あ、押せるか、押せるかな、押せない、いった、よっしゃ。なんか知らんけど効果抜群やった、ありがとう。よっしゃ、さあ先進んでいくよ。結構ぐるっと回らされるよね。この辺の敵はもう避けたところで、イノシシはまあいいや、これは避けれるから避けよう。イノシシはね、イノシシは避けれる。であれを取りたい。お、なんかびっくりバグ出てない、ピコンって言ってないのよ、来よったこいつ、なんてやつや。これは取ろうぜ、後々のためにね、取っといた方がいい気がする。イニシエの石、あ、イニシエの石ばっかやな。ってか俺黒に乗ってさ、いろいろ行けたのにここ来てなかったっけ。ここしかもあれやな、仲間になってるモンスターが多いね。ね、結構仲間になってるモンスターとか出てくるね。骸骨がなんか書いてある。骸骨ヘッドや、骸骨ヘッド。骸骨ヘッド。骸骨ヘッドがまあ何のネタかっていうのはね、うん、まあさせていただけたら。骸骨ヘッドやな。よし、行こう。トゥー、どっち行くぜ。さあ、アタックしていこう。あ、でも敵のダメージ量は多いね。40とかやばいよね、結構ね。レッツ早速使ってんのか。いい感じやん。さあ、こっから行こう。ガンガン押していくよ。ちょっとすげえさ、俺狙ってこうへんな、お前。影取れよ、俺に。こら、お前。味方、あ、ラースやばい、ラースやばい。ラース、ラース先生。ラース先生。ラースさん、ラース俺のラースが。こういうね、自分の回復に疎い子嫌いよ、私。グラッシュスライムいらん。よし。そんなもん、使うまでもない。使うまでもない、作らしちゃったわ。ラース、しっかりせよ、お前。何してくれてんねん。こういう子嫌い。ヒールオール、しかし私にはヒールオールがあるのさ、全開だから。よし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 、確実に敵を避けていくよ。敵を避けていく、確実にね。めんどくさい敵は、これは避けれないな、これは避けたら通れない。早いし、土はぐる、意外と意外と見つけてからの初動が早かった。インテリパオンやって、なんかすげえいっぱい出てきたな。よし行くぞ。よし、土はぐるも強い、結構ダメージ量でかい。大丈夫大丈夫、オリバー殴られてる程度は全然大丈夫だから。オリバーに鍵を取らせればいい。 HP 多いからね、普通の声で。ああ来い、お前たち来いよ。なんかすげえパオーンってる。パオーン君よう考えた、俺さ仲間に入れたことがない。熱い、おたけびってきたね。おお、そこそこ効くやないか。おい丸がやばいぞ、丸が。キーせよ、しっかり。お前らしっかり回復せよ、丸を。よし、そうだそうだ、大丈夫、いける。熱戦いける。グラビーム出た、グラビーム、グラビーム。お前ゲーム違うぞ、それはお前。モンハンやないか。取るお前。イノシシ風情がお前。あ、来た来た、インテリパオンに効果抜群。やばい、インテリパオンへのダメージがやばい、ダメージがやばい、やばいやばい。
インテリパオリネのダメージ量が半端ないんやけど、あいつ弱えな。あ、星の結晶、待って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 、あ、しかもさ、ごめんなさい、レシピ新しいのもらってましたね。それを見ていきましょう。極上スタードロップやね。星の結晶あと1個でできる。よしよしよし、いい感じ。ここの敵持ってるぞ。あ、で前回もらったさ、合成のさ、レシピが何か分からへん。マジかよ、何の合成レシピもらったんだろう、それが分かんねえわ。あー、やってもたな。合成を進めておかないとあのクエストが進まないと思うんだよね。やられたぜ。極上スタードロップいいね。極上スタードロップが今欲しいんですよね。1個どうしても欲しいんですよ。で今それを探し求めてるんで、ちょっとあの辺殺してさ、手に入れたいね。ちょっと作戦変更、星の結晶欲しい俺。極上スタードロップ終わったら、あのイマージェンの、さらなるイマージェンのクエスト終わるんですよ。あれクリアできるから、よし行こう。ありません。でこれね、インテリ版を先行きます。先行きます。ダメージ量大きいやつを先に削り切って1匹減らします。これで行こう。一匹削るぞ、まず。まず削るの大事。行こう。オッケー、インテルバンいった。で、次。モクルーザーも結構入るね。40台か。結構でかいな。これ大きいよね、ダメージ量ね。なんか、面倒すとかやつ、勝手に混乱してるけど、あいつ。何してんの、あいつ。なんか知らんけど、混乱してはる、あの子。イエーイ、混乱してるやつを後ろから蹴っていく。あんま強くねえな。おいしょ。こいつらあんなだったね。いまいち。まあ、その程度の力だったということだな。来い、星の結晶。来ないか。さすがに来ない。連続では来ないね。マルさんの MP 半端ねえな。相変わらずこの MP の浪費かっぷりが発揮されていくね。目覚めのカプチーノ、よし。1カプチーノ入ります。1カプチーノね。わ、ほらほら、じゃあ1人だけ戦いたいな。星の結晶欲しいから。あ、まあちょうど当たった。 OKOKOK。 星の結晶ね、モーヤン大地とここで手に入るって分かったよ。よし、まあ、さらなるイマージン後でやってもいいですからね。行こう。さあ行くぞ。開幕切りが、開幕ダッシュ切りがまさかの。おい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 、お前そんな技持ってんのか。141とかふざけてんだお前。こっちが与えたダメージほぼ全部回復してんじゃねえぞお前。こっちやばいぞ、こっちのライフやばい。ラースやばい。ラース回復。ラース混乱してるよ。やばいよ。オッケー、倒した。ラースをいじめんだって。何してくれねえこれ。こうなろう。お花ピックロめっちゃ殺す。やばいやばい、マルやばい。マルピンチ。マルさんピンチ。マルさん大ピンチ。オッケー。よし。オッケー、ゴリ押しした。ゴリ押しして。お、いける。ニック、違う。俺の技じゃなかった。やばいか。いけないか。チェンジ、久しぶりに登場、ブロッケン先輩、攻撃遅いからだ。ブロッケン先輩、すげえ遅いの。先輩、オッケー。ブロッケン先輩、さすがだわ。ここからのこのラッシュ決めていくか。おっ、MP 回復。よっしゃ、大きいね。この MP 回復は大きいよ。よし、しょうがない。星の結晶はまたの機会だな。とりあえず行こうじゃないか。なんだこれ、ハテナマーク出てる。なんだ、魔法ではっきりと見えるようにならんか。時を戻れ。戻してみた。どうだ、何の絵だ。入り口にあった鳥の絵じゃないのこれ。鳥の絵だと思って降りてきたんやけど俺。だよな、ほら、やっぱ合ってたじゃん。ね。黒の乗り降りが、モーヤの地上絵から黒の乗り降りができるようになった。あー、ここで黒ちゃんが乗り降りできるようになるわけね。なるほど。で、ここだ。あ、待って、じゃあさ、ここで乗り降りできるようになったらさ、星のさ、結晶取っていい？取ってさ、クエスト1個終わらせようぜ。な、進化させちゃおう。ああ、これ見つけた時に行くべきだと思う俺は。ということで作戦変更、行くぞ俺は。ここで星の結晶を取るまで、このね、最後になってきて寄り道していく感じ、ティンクさんらしいと言ってくれ。あたっつって技封じ、封じられた、封印された。関係ない、俺最近技使ってないから。混乱は痛いかな。へいちょっと連打しないでこれ。混乱してるから。オッケー。混乱してるからね。ルッチで混乱を取っておくれ。よし、それだ。素晴らしい。混乱を解いてくれるもんで、技を持ってるからみんなね。さあ、スタンとかやっていくぞ。雷歯車、あとちょっとでライフ。よし、倒した。ナイス、強かった。このまま押し切ろう。スタンを。ここでさ、レベル上げ的なこんなことやっていいのかどうかは別として。俺はクエスト、なんか来た。中身してみよう。ルルルルラー、ラーラー、ラー。
よし、中前さん完璧、完全勝利、これで手に入ったらさらに嬉しい。あん、あ、キオバイタル、うわすごいやん。おお、まあ、キオバイタルは結構お前ええやつやぞお前。それは、あ、あじゃない、スタン、スタン、はい、よろしくね、スタン。キュアバイタルとかお前なかなかええの持ってるやんけ。それを俺に起こすとなかなかいい根性してるじゃないか。そこにいるな、なんかなんかいるぞ。後ろを取った、ここの敵後ろ取りやすいね、スッていけるね。ガブガガウリエルやって、ガウリエルなんか強そうなやついるな。お花ピックル先狙おうか、こいつは HP 回復するし厄介やな。俺行くぞ、削り切れ削り切れ、ほら集中攻撃、集中攻撃、全員で集中攻撃、集中攻撃、集中攻撃、オーケー、よっしゃ、最高。ガウリエルとかやっていったろ。おお、またグラビーム撃ってる、グラビーム。お前らグラビーム、それお前な、違うモンスターの技だぞ、お前、こら。それお前、エムスターハンターとかいうやつのお前、グラ、ふんだ、フラ、フラビモスとかいうやつのお前、技だぞ。パクってんじゃねえかな、あれ。おるわ。あ、よし、ナイス。ラースの殴り。ラースの殴り。やりましたね。よし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 。もうラースがチビの時代を知ってるから、来たけど、来た!よっしゃ、来たー!やっと来たぜ。よし、待たせたね。さあ進化しよう。違う、先に合成波で極上スタードロップを、はい、作る、行ってみよう。よーし、で、よーし、極上スタードロップで、間違えんな、間違えんな、どっちや、じゃあ戻ろう、一回戻ろう、一回戻ろう、OKOK、 一回戻ろう、落ち着こう、落ち着こう、一回レカ行こう、落ち着け、ミスは許さない、ミスをしちゃいけない、これ大事なとこ、大事な局面、ここでミスったらマジさやばいぜ、これ絶対ミスったらあかんから、よし、落ち着くんだ、大丈夫、焦る時間じゃない、まだ焦るとこじゃないから、一回喋ってからでも大丈夫だから、よし、おっさんちょっと喋ろうじゃないか、ブラーなんとか、よし、ブラーなんとか、OK、セキュー。ブラなんとかね、それだけでいい、俺が聞きたかったのはそれだけなんだよ。さあ行こう、ブローマン進化、いけー、キュイースピャー、すっげーダサいのできたおい、できた、どうだ、よしよし、もうすっげえ喜んでくれてるな、イエーイ、まあ、ドロップもう今更いらねえんだよな。よっしゃ、スタンプが欲しかったんだよ。さてと、全部集めたことでちょっとリストラもあるで、これリストラもあるで、ちょっとさ、こいついいのかな、まあいいか、一応持っとくか。あ、そうだ、ドラゴンランス手に入りましたね。ドラゴンランスちょっと仲間につけましょうか。この辺は多分つけんでいいんでしょうけど、この辺もいいでしょう。ランス系だな、多分。来た、ドラゴンランス。強い、達人の矛。グレートソード。こうね、装備させていこう。しっかりね。あとは一応この辺にはもう回ってこないと思うけどね、バンはね。よし、OK! さあ、一応宿屋で休んでから、じゃあ、クロちゃん乗って行きましょう。完璧だね。さあ、モーヤの大地に入るとこまで行けるぞ、今回。思わぬクエストも進んだしな。さあ、休もう。僕ちゃん休みまーす。ゆっくりと休んでおいき。ゆっくりと休ませていただこう。セーブしますか?いいえ。いいえ。セーブしないよーだ。うるわ、行くぞ。よし。こっからもクロちゃん乗ってこう。クロちゃん乗って、坊やの第一へ。いざいかん。いざいかん。ちょっとおけついたい。おけついたい。ティクさんおけついたいよ。よし。最後!よっしゃー、あそこに降りれるようになったぜ。危ねえ、あれに気づいてよかったね。やっふー、こっからも罰連打。罰を連打するだけの簡単なお仕事。最高。おー、ガロンドレイク号飛んどんねー。ガンドレイク号やったっけ?ガロンドレイク。ガロンドレイク、なんでガロンってなったんやろ。ゼルダの伝説にやりすぎやな。ガンドレイクやな、ガンドレイク。ガンドレイク号。さあ、火山を真正面から突っ切っていくから。おらー、おー、すごい。火山の上、いいね。これ良かったね、結構ね。火山を突っ切っていくの、結構良かった。いい感じ、近頃やね。さあ、着いた。
あそこは多分橋作るやつ使ったらいいんやろ。さあここだぜ。はい、クルちゃんです。クルちゃんおります。イエス、最高。橋をかけるぞ。見えざる道発動。けついたい、おけついたい、おけついたいし、このマイクの位置が。よし、さあできた、いくぞ。いざ坊やの大地へ。のりゃー、突撃じゃー。さあ来た。どうなんだい、え、何がいるんだい。待ち構えて。でももう敵いんの、もしかして。記憶の祭壇。あ、全然違う、予想と違うとこやった。なんだこれは。おお、なんじゃこりゃ。植木鉢、全然意味わからない。わかった、あの花を全部集めるんだ、ここにね、花入れるんだね。ああ、あの花を置くんだね。もうティンクさんさ、すげえ察しいから。でもどこのとこに何の花を置くんだ、それわかんのかな。これとりあえずさ、青い花来た。あ、親切設計。よーしよしよしよし。あ、入ってた入ってた。おー、真ん中に、おーおー、すげえすげえ、エイリアンみたい。エイリアンでこんなんなかったっけ。なんかやった、真ん中の方にユイーンっていくやつ、血やったっけ、忘れたけど。最高、黄色い花。よし、さあ行ってらっしゃい。これ最後の手に入ったやつやな。おい、光った。今度黄色、もしかして。あ、青色か。青は変わんねえんだ。いいねいいね。さあラスト1個いこうか。記憶の祭壇、ここで急に出てくるのかな、もしかしたら。モーヤが出てくる可能性あるよね。記憶の祭壇が過去に遡ったりできるのかもしれんな。トゥー、行こう。よし、行け、シュググ、行っておいで。さあこの3つが合わさった時、何かが始まる。ボス的なの出てくる、もしかして。大丈夫、それに警戒しておこう。黒で入り口までつけれるようになったってことは可能性あるんだよ。どうだ、乗れるようになったのかな。何にもなんかドカーンとかならねえな。これ触ったらいいのかな。乗るとかじゃない、もしかして。なんだろう、こっから。はい、押してみた。なんだ、お、気をつけて。何、ようやく出会えた。レイナス、レイナスなんや。ほう、あれ、ココルってレイナスの本人じゃないの。なんなん、おう、まあなんか怪しい雰囲気プンプンやったね。おう、おう、レイナスだよって。お前じゃないの、ココル。え、私の花に、おう、導かれたよ。うん、半分死にかけててん。大丈夫なんか、もう。でももう全然、ちょっとちょっと最後のことを、何、最後何があったかってことか、それを見せてくれんのか。ああ、そうや、僕ら待っていても誰も私の前に現れません。だから私は昔の出来事を思い返すだけになりました。楽しかった日々を思い浮かべて、うん、寂しさから逃れようとしたの。まあ、しょうがないぞ、一人しかいいんやろ。そうやってどれほどの年月が過ぎたのでしょう。自分一人しかいいんかったらそうなるよな、この世界に。あの日、あの日来た、ついに。あなたは、私、あ、心や。どうしてここに。あなた誰なの、して私の前に現れたの。またあれか、カンバセーションできひんこうか、会話が成り立たへん、こう状態やったかって。分かったわ、うん、あなたは私を責めてるのね。みんなを死なせてしまった私を。すっごい自虐的になってる。だったら、だったら消してやる。おい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 、もうすっげえ自暴自棄になってるで。消せばいいのよ。
あ、来た。あの聖杯で消し去ればよいのだ。そう、我が名は灰の女王。ルイナス本人か。美しき聖杯により世界は一度滅びを迎えた。私こそが世界を終わらせる女王。我々が世界を管理し何度でもやります。この聖杯の力で。もしかして別れたとかじゃなくてレイナス本人。これより評議会を始める。レイナス本人なの？別れたとか俺の予想間違い？本人がそうなっちゃったの？見たよね。お、それは分かったけどね。黙れ。出てきた。お、へこんだ。おお。ねえ、あれ。あれ？なんかすごいのが。あ、はじめまして。これか。ラストダンジョン。空を飛んでやがる。少女、またもや我々の邪魔をするというのか。レイナス。よもや美しき聖杯を消し去り。ココルはじゃあ何なんだ一体。聖杯？まさか。そう、私は灰の女王。世界を管理する。世界が終焉へと向かうのは管理者としての決断。もはや覆すことなどできぬ。灰の女王。レイナス本人が灰の女王だったんか。これちょっと予想外だな。じゃあどこから心をやってきたんだ。お前はマジで何なんだって話になるような心な。しかも心いなかったらレイナスあんな風にならへんかったわけやろ。なんかもうこうレイナスの心ズタボロでこうグラグラになってたところにさ、心が出てきてさ、最後のとどめの一撃をツーンってやったわけやろ。ひどい話やで。おお、みんな来てるやん。うん。おお、明らかになったよ。まあそういうことやね。マジでみんなで戦うの？うん。戦闘準備、え、そんな大規模な感じなん？うん。え、そんな総攻撃する感じなん？え、俺が乗り込んで、はい、おしまいみたいな感じじゃなくて。あれ違うの？え、俺めっちゃそんな感じだと思ってたんやけど。え、違う感じで。マジっすか。おう。おう、絶対勝てるよね。おう、おう、おう。いや、不得だよ。なんぼでも吹くよ。吹くけどさ。え、待って待って。え、そんな感じな。俺の予想ではさ、なんか、え、俺らが勝手に乗り込んでってさ、やってやろうぜみたいな感じないけど、え、あれだって敵別に出てきてないで、雑魚敵いっぱい出てきてそれと戦うってこと、みんな、そういうこと？おう、マジかよ。おう、まあそうだな、すごいよなこれな。ジャボを倒した後まだね。あるよって、シャザールから力を分けてもらう。マジか。もうオリバー、そしたらもうつい最強戦士になってしまうんちゃう。うん。生けるものの気配がしない。死人の集まりってこと？まあ、レイナスもだって時間経過的に死んでんのも一緒やろ。ね。いや、どうしよう。これ次のパートに行った方がいいかな。すごいさ、中途半端な時間なんだよ、今さ。ちょっとアバンジが出しすぎするか。次すっか。あ、今まで食わして終わりにしよう。よし。あ、もうクソでも何とでも言ってくれ。もう俺は楽しみは後に取っておくタイプなんだよ。よし。いや、そりゃさ、最後の最後さ、もういざいかんってのさ、こんな最後からやってさ、宮殿に入っていきなりセーブとか言うのも嫌じゃん。うん、嫌じゃん。どうせならこう
宮殿に入っていくぜっていうところからこうスタートした方がね、こうみんなも気分いいじゃないですか、そういう感じにしとこう。言い訳、所詮言い訳、まあ、編集のご都合上というやつ、編集というか動画の長さのご都合上というやつですね、あまり長くするとね、こうみんな見にくくなっちゃうからね。ただでさえティンクさんの動画は長いと言われているのに、それなりでいかないとやっぱりね、見やすさをキープしつつみたいな、これも永遠にテーマですよね。よし、いやでも今回結構進んだぜこれ、中身結構あったで。いやストーリー的には中身がなかった、俺もね言ってたかもしれないけど結構あった。まさかのハイド女王レイナス本人だったっていうのは、これ結構ねでかいファクターやと思いますよ。誰が本人やと思ったら、多分俺みたいに別れるっていう予想してた人が多分多かったはず。きっとそう、俺は決めつけるから。ティクさん決めつけ王子だから、タフさ。これ多分最後食わしとこうで、しっかり食わせてさ、ちょっと戦いに備えようか。いよいよ最終決戦って感じがするからな。よーしよ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 し、こういう感じね、こういう感じ、しっかりこう食べさせてさ、食べさせて最終決戦備えようぜ。ガードを上げていく、守りを固めていくから、ガードを固めて相手の攻撃が来たところにカウンターみたいな、そういう感じでいこう。よし、めっちゃいっぱいあるからなパフェな。よっしゃー、で器用さ最高か、この骨付きミートパイか。あっちっち使ってるとこ見たことないけどな。よーしよしよし、使っても戦えるようにしとくから、使ってもね、めっちゃ強くしといたから。よし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 、あと2か、これクリスタルパイいっとこう。おいで、よーし、いい感じで強くなってるよ、こんな感じでいいかな。よし、じゃあ今回これで1回セーブしときましょうか。次回いよいよ灰の女王との決戦になるのかもしれない、もしかしたら二の国終わってしまうのかもしれない、そんなね状態もありますけれども、どうなってしまうのか皆さんのご想像にお任せします。俺も非常に楽しみです、展開が面白いね、やっぱこのゲームね。はい、ということでセーブしましたね、今回ここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあということは次のパートを見てください。それではお疲れ様です。